すごいな。ラプスダンね。やっぱり夏はあるね。夏は千葉にあるね。千葉にあった夏。どうもこんにちは、関達也です。くーちゃんです。はい、海が近づいてきてますよ。こんな感じ。ここが海って言われてもよくわからんくない。ほら、海が近づいてますよ。せーの、イエイイエイイエーイ。言ってよ。イエーイ、なんだよお前。あ、海見えないね。白子海岸っていうのがあるみたいだけどね。今横を走ってるのが九十九里の有料道路を走ってますけど、県道30号走ってます。しかしもう暑くて汗がやばいね。ね、くーちゃん、パパ車取り行った時にね、室内の気温何度やったと思う？35度。 42.6 度。死ぬ。42.6 度、やばいやろ。やばいです。風が通ればね、そこまで上がんないけど、もちろん車中泊はやばいですね。海沿い走ってんだけど、海が見えそうなんだけど、見えそうで見えない。あ、一宮海岸じゃん。アドレスのほら、一宮来たじゃん。覚えてる？歩いて海まで行ったじゃん。覚えてる、覚えてる。ねえ、一宮です。わ、くーちゃん、ここ歩いたよ。ここ歩いたよ。ここあの建物覚えてる？ここ歩いたんだよ、くーちゃん一緒に。あ、覚えてる？あの看板見たじゃん。覚えてる覚えてる覚えてる。うん、覚えてる覚えてる覚えてる。では今から海に行ってみます。今どこだ？今現在地ここ。この歩いてくるっていうのもいいね、海までね。宇都宮海岸海水浴場ね。来た。いや、これどう見ても帰りや。わー、やめて。一宮来たの2年前です。あ、懐かしいな。ここもここも通ったよ。ここもこうじゃん。そうか、さっきパトカーとかいたのはオリンピック会場なんだよ。え、そうなんだ。そうなんだよ。すげえ。まあ観客は来ないだろうけど。やばいでしょ。何台も止まってるよ、おまわりさん。あー、これいいね。いいとこ、いいとこだよ。オリンピックに合わせてみんな、ほら、うわ、なんかすごい綺麗なとこ立ってる。うわ、なんか一宮おしゃれよね。前ほら車なかったからさ、ほらなんか全然こういうの見てなかったもん。うわ、すごい。あ、すごい。さすがオリンピック会場だね。すごい、こっちもよ、カフェとか。うわー、なんか一宮って、うわーの、うわー、すごい豪邸じゃん。うわー、すごい、すごいいるわ。あそこもいるもん。ああ、ほら、人か、すごいもん。ほら、いや、オリンピックでなんか警戒中なんだ。すごい、かっこいい。一宮ってすごいね、なんかおしゃれだね。なんかあの宮崎もうなんかポツポツおしゃれなの立ってるけど、なんかその日じゃないね。全部おしゃれやん。おお、なんかほら、ここも。あ、すげー。乗馬、乗馬、乗馬。ほら、ここもだ、ほら。うわ、
わ、一宮オリンピックやったらすごい人気出ただろうね。広っ。ペンション、あ、ここもだ。外国人もいっぱい来てたんじゃないの、やっぱり。なんかこの、わあすごい。こんなに続くんだよ、クイちゃん。ほら。波伝説。パタゴニア。おお、すごいよ。ウィンナトリーまでおしゃれやけ。すごくない、クイちゃん。ああ、なくなった。なくなりました。この辺走ってる人、サーファー多いね。なんか、オリンピックの旗じゃない？これ違う？ほら、オリンピックの旗じゃん、ほら。ふーちゃん。わあ、オリンピック会場がこの辺とかなんじゃない？また出てきたお店。すごい、主張がすごい。わ、また出てきたよ。すごいね。一宮ってあんまりないとこかと思った、こんなお店。すごい田舎しか歩いてなかったから。だってスーパーまで40分歩いたじゃん。の聖地みたいな道具して、なんか、なんかこれ、通行止めみたいになってる。な、え？通行止めみたいになってる。な、え？あ、大が、あ、か、え？会場、お、すごい。お、すごい。今オリンピックの入り口だったよ。あ、ほら。まあまあ大丈夫。はい。ありがとう。すごい、なんかオリンピックちょっと感じられた感じだね、これ。およそ 400m 先、左方向です。わあ、オリンピックどうなるんだろう、これ。うわあ、すごいなー。おお、ほらほら、オリンピック会場だよ、ふーちゃん。すごい、すごいね。いつまであるよ。どうしよう。うわー、すごい、すごい。いや、すごかったね。すごかったね、オリンピック会場。ビーチがある、ビーチ。かけよう。お、パーキング無料。あ、いすみ市。いすみはあれだよ。アドレスあんだよ。もうすごい、夏だね。やっぱり夏はあるね。夏は千葉にあるね。千葉にあった夏。いや、くーちゃん、こんな体験できんよ。なんか去年思い出した、キャンピングカー出発した時の話。こんな、なんか体験って普通できんよって。みんな学校おんのに何日間もいろんなとこ回っていろんな景色を見て、こんなとこあるんだ日本にはっていう。こんな体験できんよね。うん。な、何？パパ見つめとった今。そうよ。見つめやー。よじゃあ、いいからやめてー。